様よりご挨拶頂戴したいと存じます。それでは橋岡様、どうぞよろしくお願いいたします。市長の真似をさせていただき、一瞬やらせていただきまして、ご理解挨拶をさせていただきます。改めまして皆様こんばんは。ただいまご紹介をいただきました茨城県議会議員のこの木なんの木梶岡博樹と申します。本日はアーティストインレジデンス、アーティスト、海外から招聘したアーティストの方々がこの茨城県守谷市で創作活動をしながらそのライフスタイルを見れるというイベントのオープニングセレモニーがこのように盛大に開催されますことをまずもって心よりお喜び申し上げます。そしてトルコ、パキスタン、韓国、この三角からこの茨城にお越しいただきました皆様、本当にようこそ茨城にお越しいただきました。私このアーティストインレジデンス、何度か県議会議員当選して参加させていただいておりますけれども、まず私のフェイスブックの友達もあって、私の母校の中学校の方がアーカス興味あると言って駆けつけてくださっていて、そしてなおかつ司会者も IDS のプロの方になったということで、非常に勢いと広がりを感じるところでございます。そして何よりもこのアーカスの事業が成功して、で、その功績が抜擢されて、この度企画部長の榊さんが副知事としてお見えになったことに本当に嬉しく思っているところでございます。企画部といいますと、やはりインフラ TX とかそういったインフラ整備、そういったところが印象がありますけれども、やはり、地域のつながり、一体感というのは鉄道やバスといったハード面だけではなくて、こういった文化面、これでの方々、そして牛久の方々でも、アートの拠点が出来上がっていて、そういった交流が縦軸横軸でこの県南地域で広がっていることに大変私も嬉しく思っているところでございます。私も今、母がアートが好きで、よく子供の時絵画展とか美術館とか連れて行ってもらったんですけども、つまらなくて早く帰ろうよとこう母のスカートを引っ張っていた記憶があるんですけども、今35歳になってやっと、日本のわびさび、そして夏の夕日だとか本当に綺麗だなと心から感じるようになりまして、こういったアーティストの方々の創作活動、作品、とても感動するようになったところでございます。ぜひこのせっかく茨城にお越しいただきましたので、サディーンのアーティストの方々にはこの日本のわびさびですか、そして私一番好きなのはそのプロムナードの上から涼しくなった頃に見える TX に沿って見える富士山がとても好きな景色ですので、ぜひこの3人のアーティストの方々にも寒くなった頃にですね、この富士山の絶景を、堀江家の絶景を見ていただいてお帰りいただければと心からお祈り申し上げます。本日は文化的な、そしてアーティスティックな、皆さんと交流を深められることをとても楽しみにしております。どうかこのオープニングセレモニーの間、皆さんと共に交流をさせていただければと思います。今日はよろしくお願いいたします。今日はおめでとうございました。ありがとうございました。茨城県議会議員の梶岡様でいらっしゃいました。